フリッツ・ライナー、フリッツ・ライナー、フリッツ・ライナー、1888年12月19日から1963年11月15日は、ハンガリー出身、ユダヤ系の指揮者、シカゴ公共楽団音楽監督。マジャール5名ライナーフレッド・アッシュ、レーネル・フリジェシュ、英語名、フレデリック・マーチン・ライナー、フレデリック・マーティン・ライナー。主シカゴ公共楽団との録音は、 JRCA に残されており、その多くを同レーベルのリビングステレオシリーズの LP や CD で聴くことができる。また、シカゴ公共楽団以外でのステレオ録音としては、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団やロイヤルフィルハーモニー管弦楽団、そして公共楽団とのものが残されている。レパートリーは広く、どの演奏も、 オーケストラの機能性を従前に発揮した筋肉質で純度の高い表現を見せる。とりわけ、若き日に、信仰のあったリヒャルト・シュトラウスの公共詩出身地ハンガリーの作曲家であるとともに、学生時代の恩師にあたり、さらに個人的にも親しく交際していた、バルトーク、圧倒的な力感にあふれたベートーベンの公共曲などについては、現在も非常に評価が高く、 名盤とされる。また、ウィンナーワルツ州は、名ソプラの歌手、エリーザベト・シュバルツコップが、無人島に持っていく一枚として選んだことで知らる。その他、ハイドン、ブラームス、チャイコフスキー、ムソルグスキー、ドボルザーク、ビムスキーイコール・コルサコフ、レスピー2等、名盤とされるものは、数多い。経歴からも知られるように、ダイナーは、歌劇常識者としても活躍し、 ドレスデン国立歌劇場では、ワーグナー、パルジファルを、バイロイト歌劇場以外で、初めて指揮した。また、ドレスデンでは、リハルト・シュトラウスに認められて、サロメ、エレクトラ、影のない女、などを次々に上演した。ただ、公式録音でのオペラは、わずかに、モノラルのビゼーの、カルメン、RCA 還元楽団、ステレオのリハルト・シュトラウスの、エレクトラ抜粋。 シカゴ公共楽団が残されているだけある。突起なき場合は、ステレオ録音。突起なき場合は、ピッツバーグ公共楽団。DVD やビデオテープで一般発売されているもののみ。突起なき場合は、シカゴ公共楽団。音声はすべてモノラル。ライナーの式ぶりは、長い式棒をわずかだが精密に動かすユニークな、スタイル、ベストポケットビート。 食器のポケット式のビートと呼ばれたであった。さらに、楽曲が一定の方向を向いている時や、オーケストラの演奏に緊張感を欠いていると感じた時などは、指揮棒を下向きに振って、演奏を引き締めることすらあった。ビデオや DVD 化されているライナーの演奏の映像では、身振りはそんなに小さくないものの、右手の指揮棒でリズムを取るだけで、左腕はだらりと下に下ろしたまま全く動かさず、 あとは、鋭い眼光によって、オーケストラに指示を与えるというユニークな式姿を見ることができる。それほどに、わずかなバトンテクニックに適応するオーケストラを作ったわけであり、クライマックスで、ライナーが、突然大きく式棒を振り上げた時の効果は、絶大だったと言われる。シカゴ公共楽団が持つ式への反応の良さは、ライナーが引き出したと言って良い。ライナーは、 オーケストラビルダーとしても知られ、指揮や練習の厳格さで、楽団員から恐れられていた。例えば、キーパーゾンとなる楽団員に対しては、厳しい実地試験が予告なく、課せられる子があり、それをクリアしたメンバーが、結果的にその後オーケストラを長きにわたって、支え続けることになっている。ライナーの統治下で、シンシナティ公共楽団とピッツバーグ公共楽団は、 アメリ一流と認められるようになったし、さらに、シカゴ交響楽団は、世界トップクラスのオーケストラへ発展を遂げた。一方でライナーは、その強い自意識から敵を作りやすくもあった。特に、ライナーは、競争曲の独奏者とは衝突することが多かった。しかし、その一方では、ピアノの裏ギメイル・ホロビッツ、エミール・ギレリス、ルドルフ・ゼルキン、バイロン・ジャニス、 バンクライバーン、バイオリンのヤッシャハイフェッツ、チェロのアントニオヤニグロなどとは非常に相性が良く、彼らの技術を万全にサポートしたスケールの大きな演奏を繰り広げている。ライナーはシカゴ公共楽団を自らの楽器とみなしていたものの、客演指揮者の招平には寛大で、自分と音楽的方向性が異なっている指揮者も積極的に招平したし、 ヨーロッパで活躍していた指揮者のアメリカデビューにシカゴ交響楽団のコンサートを提供することにも尽力した。こうして招かれた客演指揮者にはブルーノ・ワルター、ポール・パレー、トマス・ビーチャム、レオポルド・ストコフスキー、ピエール・モントゥー、ジョージ・セル、カール・ウェーム、カルロ・マリア・ジュリーに、ハンス・ロスバウトなど多彩な面々がいる。ライナーは同郷で カツであるバルトークと極めて親しかった。ライナーはアメリカ移住後の経済的に困窮したバルトークのために奔走し、作曲者、著作者、出版社のためのアメリカ協会に医療費を負担させるとともに、ボストン公共楽団音楽監督、セルゲイ・クーセビツキーに働きかけてバルトークに新規の作品の作曲を依頼させた。これによって生まれ出たのが、 バルトークの還元学のための競争曲である。他の指揮者であれば、自分の経験にあぐらを書いてしまうような晩年に、至ってさえも、ライナーは、音楽のスコアの研究についても努力を怠らず、長年培ってきた自分のイメージに執着するより、むしろ積極的に、そういうものをぶち壊そうとすらした。最晩年に、ハイドンの公共曲を録音しようとした際にも、 自分が使い続けてきたソーフを惰性的に使い続けるのではなく、音楽学者、ロビンス・ランドンの859ページにも及ぶ、ハイドンの新研究の著書を熟読してから、やっといくつかの疑問点についての決定を下し、満を持たした上で録音に取り掛かった。カーティス音楽認識科教授の時代のライナーの弟子の一人として、レナード・バーンスタインがいる。かつてのオーケストラの世界は、 典型的な男性社会であり、女性奏者はいかに優秀であってもなかなかオーケストラの正規メンバーとなることができなかった。1970年代から80年代のアメリカでは全オーケストラの団員のうち女性の比率はわずか5%に過ぎなかった。ヨーロッパではベルリンフィルハーモニー管弦楽団に最初の女性団員があったのは1983年であったし、 ウィーンフィルハーモニー還元楽団に至っては1997年まで女性団員を受け入れることはなかった。ところがライナーは学院の採用にあたっては本人の演奏能力だけを評価し性別は一切考慮しなかった。その結果、ライナー地下のピッツバーグ交響楽団は1940年代という極めて早い段階ですでに18人の女性奏者を抱えており、 当時のアメリカ合衆国としては最も女性の比率の高いオーケストラとなっていた。前述したようにライナーには敵が多く彼自身も政治力にも恵まれていなかった。ライナーは長年一流オーケストラの音楽監督への就任を希望していたがそれも65歳のシカゴ公共楽団音楽監督就任の時まで叶えられることがなかった。ライナーは タバコのヘビスモーカーであり、かつ美食家としても知られていた。こうした生活習慣が晩年のライナーを悩ませた心臓病を呼び起こした可能性がある。ライナーの趣味は写真撮影で自宅には立派な写真現像用暗室を備え付けていた。バルトークとライナーが並んで座っている有名な写真が残されているが、これはライナー自身が セルフタイマーによって撮影したものである。ライナーの音楽的遺品、スコアなどは彼の遺言によってシカゴ郊外のエバンストンにあるノースウェスタン大学に依存され、同大学に作られたフリッツライナー資料室に保管されている。ライナーの故郷のハンガリーのブダペストには、ブダペスト東駅、ブダペストケレティ駅の北側の手よ距離通り沿いに、 ライナーを記念した、レーネル・フリジェシュ公演、フリッツ・ライ公演が作られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。